甘ったるい嘘を出ないと書けない純粋な気持ちというのがあるそこが少女漫画のすごいところだと宮崎駿はです、ね、これできるのかという,うに考えてコンテを切って作ったのがです、ね「耳を澄ませば」ですキャンディーキャンディーとかです、ね「魔女っ子メグ」とかです、ね、あの延々とある少女アニメの歴史を宮崎駿は全く認めてないんですよどちらかというとこのシーンがエッチに見えたら自分が悪いと思ってしまうこのシーンも同じですね このシーンがエッチに見えたら自分が悪いと思ってしまう。このシーンも同じですね。このシーンがエッチに見えたら自分が悪いと思ってしまう。こういう形でエロを出すのが大好きな <laughs> <laughs>、えー、今日からですね、いよいよ、あの、 調布の映画館でとんでもないことが始まるんですけども、2月11日から1週間、シアタス調布というですね、調布の映画館でスタジオジブリ作品、オンユアマークとですね、耳をすませばが劇場公開されるんですね。まあ、あの、オンユアマークは6分間で耳をすませば80分くらいの作品だから、本当は耳をすませばが公開されて、オンユアマークという短編映画も、あの、一緒に公開しますと言うべきなんですけども、まあ、僕の中でちょっとその、価値が逆転してるんですけどもですね。あの、で、えー、ということで、 this snake あの、今月頭からオンユアマークのですね、解説動画、このゼミでは再配信してるんですけど、今日はそのオンユアマークの同時上映作品であるですね、耳をすませばの解説動画、これを配信します。えー、こんばんは、岡田敏夫ゼミです。耳をすませばっていうのはですね、あの、ジブリの公式のムック本の中でですね、鈴木敏夫さんがもう宣言してるんですね、言っちゃってるんですけども、スタジオジブリが宮崎駿を抜きで、宮崎アニメを作れるかどうかの実験作だっていうふうに言ってるんですね。そして そしてその実験は成功したっていうふうに言ってるんですけども、あの宮崎駿自身はこの ですね。耳を澄ませばのを監督してないし、一般的には宮崎作品というジャンルに入ってないんですよで。しかし映画の底かしこにですね、宮崎駿のですね、爪痕というか痕跡が残ってるんですね。えー、今日の動画ではですね、そんな耳を澄ませばとですね、宮崎駿の関係について話しています。えー、この動画はですね、2019年11月3日に配信した岡田敏夫全ミ第264回をアップグレードして再配信します。えー、動画終わった後にもですね、追加のアップグレード 情報も、まあ、少しししだだけあるので,です、ね、でで楽しみにしてください。それではこ、こから無料動画スタートです。耳を澄ませばです、ね、ともと信州の別荘に宮崎駿がです、ね、親戚が持った別荘であのゴロゴロしてた時にです、ね、親戚の女の子を忘れていった「あのリボン」っていう雑誌があるんですけど「リボン」っていう少女雑誌のですねお まあ何にもすることがないんで読んでいた時から始まります。で、その時に、押井守とか、庵野秀明とか、いろんな人がですね、その別荘に来て、そこで宮崎駿は、まあみんなに議論を吹っかけたそうなんですね。これをアニメにできるか。というか、根本的に少女漫画というのはアニメになるのか、という,うに言ったんですよ。だからすごい、すごいこと言いますよね。つまり、キャンディーキャンディーとかですね、魔女っ子メグとかですね、あの、<laughs> 延々とある少女アニメの歴史を宮崎駿は全く認めてないんですよ。あれは少女漫画では、少女アニメではないと。少女漫画をアニメしてなくて、ただ単に手塚治虫的に少年漫画をアニメするのと同じ文法で作ってる。そうじゃなくて、少女漫画の文法自体をアニメに持ち込めるのか、というふうなことです。で、どういうことかというと、宮崎駿にとっての少女漫画というのは、これはまあ、あの、企画書にも書いてるんですけど、 甘ったるい嘘の世界なんですね。宮崎駿にとって。で、そういう甘ったるい嘘を出ないと書けない純粋な気持ちっていうのがあると。そこは少女漫画のすごいところだと。あの、で、そういう、なんだろう、純粋な気持ち、甘ったるい嘘を使わないと書けない純粋な気持ちっていうのを描く、その部分はですね、やるに値する仕事だろうと。そういうふうに考えてですね、その、 宮崎駿はですね、これできるのかというふうに考えてコンテを切って作ったのがですね、えー、耳を澄ませばです、えー。その頃の宮崎駿は、えー、自分がプロデューサーをやったりですね、自分が絵コンテと脚本をやったりすることで、えー、身近にいるですね、その、なんだろうな、後輩ということではないんですけど、アニメの業界では先輩後輩あんまり意味がないんですけども、もっと若手にチャンスを与えようと思ってですね、近藤さんを監督にしたわけですね。で えー、リアルで、そのさっき言った甘ったるい嘘っていうのをどうやって成立させるのかというと、徹底的にリアリズムを書いて、でやっていこうと。徹底的にリアルな日常描写を、要写を重ねることによって、その甘ったるい嘘っていうのを作っていこうと。で、冒頭の猛烈にリアルな表現ですね。これは、えー、高畑伊佐が作った思い出ポロポロに対する。 対抗意識がもう溢れまくってるんですけども。ということでですね、耳をすませばのオープニング、どんなふうにできているのかっていうのを解説したいと思います。これあの、カントリーロードっていうところで始まる耳をすませばのオープニングです、えー。夜の夜景の街が現れます。この夜景の中で点々という光だけが明滅しているのがですね、めちゃくちゃ綺麗ですでその中で,ですね。ねタイトルが出てここの 細い、えー、と電車がこう走ります。で、まあ、大きく動いているのはこの電車だけなので,ですが、ね、すごい目を引くんですね。この電車にひたすら、えー、主観を当てるというかですね、目を追わせることによってお話を作っているんですね。まず、大東京の夜景が現れて、超航空から見ている空、高い空から見ていて、電車だけが動いているんですね。で、次に、割と大きめのターミナル駅が現れて、 ちょっとわかりにくいですが。ここの細い電車がですね、こうカーブを描きながら、このターミナル駅の中に入っていくんですね。だからあの、動くものがほとんどこの電車だけなので、この電車の方に見てる人が目を吸い込まれてるあ、この電車が止まることでお話が始まるんだな、というふうに思う。で、だんだん高度が下がります。見てください。 もう本当に、えー、高度をですね、千何百メートルぐらいから見てるところから、何百メートルまで、ビルの一つ一つが分かるところまで高度が降りてきて、で、次にですね、高度が100メートルぐらいのところまで降りてきます。で、電車が、ここ分かりにくいですけども、ここの電車がですね、あの、駅に入ってきて、この位置まで来てます。で、電車がキーッと止まるんですね。 で僕はあの最初見た時に電車がここで止まったから、あ、やっとここでお話が始まるのかと思ったらですね、全然ここで話し終わらなくて、この電車がもう一回また発車しちゃうんですよね。で、この自動車が通るですね、カーブのはるか向こうにビル街が見えていて、そこにかすかに電車が見えていて、このまた電車が動き出すんですね。つまり、 ターミナル駅、大東京を見せて、その中で、まあ、ちょっと田舎のですね、ターミナル駅が見えて、そこに電車が止まったんですけど、さらにその電車を出て、このビル街がないところ、もっともっと寂しくて暗いところに電車が向かっていくと。と。郊外、田舎へと向かっていくと。そうすると次に、あの、映画の中でも出てくる地球道っていうですね、えー、まあ、アンティークショップのベランダが映り、そのベランダでじいさんが息をついてるって見てると、 そのベランダの手すりの向こうにですね、さっきの電車がスーッと走ってる。どん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 、え、田舎にえカメラは行ってですね、で、高度を下げながらですね、この電車をひたすら追っています。ですね。で、やっと電車が止まります。えー、3枚の絵、上から行きます。踏切が、ついにカメラがですね、地面に来ました。踏切があって、女の人が電車を、あの、踏切が開くのを待ってる。 電車がゆーっくりと停車して、駅に止まる。駅に止まると。駅に止ま,に止まって、車掌が、えー、いるドアが先に開いて、その後で、あのー、客席のドアが開くとですね。すごい丁寧な作画なんですけど、この女の人がですね、この電車が通りするときにかん、ほんの少しだけ首を曲げていると、視線を送っていると。このあたりの演技がすごい細かいですね。もう地面の方にかなりこうカメラが降りてくるんですね。 あのー、で、で、ここでようやっとお話が、舞台が、になってですね、この電車が止まって、で、次に、手前がですね、駅、あの、駅ですで。駅から人がわーっと降りてきて、今、止まった電車ですね。だから、 ずっと大俯瞰で高度数千メートル、千メートルぐらいから見てる大東京から電車の動きをずっと受けて、その電車がずーっと田舎に行って、やっと踏切があるようなちっちゃい駅に止まったかと思うと、そこから人がわーっと溢れてきて、この向こうにファミリーマートが見えると。もう実在のですね、コンビニがはっきり見えて、そこへ向かって人が溢れていくと。そうすると、そのファミリーマートの中に主人公の雫がですね、無表情でいて、 で、牛乳パック一つを買ってですね、で、このファミリーマートの自動ドアから出てくると。ようやっとここで主人公登場なんですね。あの、宮崎駿のアニメの劇的な主人公の登場の仕方ではなくて、すごい抑えた、遥か空の上からずっと降りてきて、この地上の踏切の横の駅の前のファミリーマートにみんなが入っていく中で、一人このファミリーマートから出てくる主人公ということで、キャラを立ててます。あの、 こういうですね、あの、まあ、このアニメ僕にとってやっぱりこの宮崎アニメだっていうのは、あの、鈴木敏夫とか高畑勲が、この耳をすませばのまあ、ムック本で語ってるんですね。宮崎駿抜きで宮崎アニメができるかどうかの実験作だったと。壮大な実験であったと。それは成功であったと。えー、宮崎、あの、ジブリの教科書の中で鈴木敏夫はですね、その、 宮崎抜きでも宮崎アニメができるということが成功したことが良いことなのか悪いことなのか未だにわからないっていうふうに言ってるんですけども、宮崎駿自体のこのアニメに対する痕跡いくつも残ってます。で例えば、なんかね僕はあの、これね自分のアニメではあんまりやらないことなんですけども、えー、雫がですね、もう本当に最後の方です。 初めて書いた小説を地球上、地球堂の爺さんに見せて恥ずかしがるシーンですね。これ素晴らしいよって言ったんですけど、そんなんダメです私恥ずかしい恥ずかしいってめちゃくちゃ恥ずかしい。で、その恥ずかしいものを見せた後体が冷えてしまったので二人で鍋焼きうどんを食べるシーンがあるんですけども、まあ、ぶっちゃけめちゃくちゃエロいんですよ、このシーンが。 っていうのは、裸を見られるより恥ずかしいものを生まれて初めて宮崎駿の分身のような爺さんに見せるわけですよね。で、その後ですね、男女の営みの後のような、なんかこう火の前で鍋焼きうどんをするというシーンがですね、これね、なんか、このシーンだけが、このアニメの中でちょっとめちゃくちゃエロい匂いをしてですね、ああ、なんかここで、なんか宮崎駿をちょっと出しちゃったなというふうに思ったんですけども。<laughs> この手のですね、エロのなんか不し、なんだろう、自然な出し方がめちゃくちゃうまいんですね。あの、風の谷のナウシカの中でもですね、えー、ペジテの人に捕まったナウシカがですね、アスペルって叫ぶときにですね、この胸をブルンブルン揺らすというシーンをですね、<laughs> 庵野秀明が指摘してます。この胸の揺れっていうのはなかなか素晴らしいというふうに、庵野秀明オーディオコメンタリーで言っててですね、胸を揺らすっていうのをアニメの世界で最初にやったのは宮崎駿じゃないかと私は思うというふうに言ってるんですね。それが、具体的に説明するとこのシーンなんですけど、アスペルって叫ぶシーンで、心配してアスペルって叫ぶときに、体を反り返したときにおっぱいが顎の上まで上がってきてですね、それをですね、 もう一回顔を下に下げることによって、顔の位置より上におっぱいが来てですね。で、もう一回下がるというですね。胸がこう、うわーっと揺れるところをやるんですけども、多分これ、あの、普通に金曜ロードショーでテレビ見て誰もエロいと思わないんですね。ごく自然にナウシカが心配してるシーンだと思うんですけども、こういうことを大喜びでやってですね、現場ではエロいエロいと大騒ぎだったそうですね。なんか、あの、こういうことを宮崎駿はやると。で、その他にもですね、 あの、これ、片山さんが指摘してるんですけども、えー、ペジテのですね、えー、船の輪っから、ナウシカがですね、えぇ、ー、名で飛び出す。で、この後こういうふうに飛んでいくシーンがあるんですけどもですね、<laughs> 片山さんがですね、あの、 証言してるんですけど、このシーンを描きながら宮崎駿は、こんなところで大股を広げて飛んでいるなんて、はしたないって言いながら、うっしーっしーって笑いながらこう書いてたそうなんですね。で、安野秀明がですね、まあ、親父だからってふうになだめるとですね、なんてはしたない娘なんだって言いながら書いてるんだよって言うと、しょうがない親父だな、とほほっていうのが、オーディオコメンタリーにちゃんと入ってますからすね、確認してもらったらわかるんですけども、こういうですね、シーンっていうのも、 なんだろう緊迫してるシーンで、見てる人間は緊迫して、それどころでないと。どちらかというと、このシーンがエッチに見えたら、自分が悪いと思ってしまう。このシーンも同じですね。このシーンがエッチに見えたら、自分が悪いと思ってしまう。このシーンも同じですね。このシーンがエッチに見えたら、自分が悪いと思ってしまう。こ,こういう形でエロを出すのが大好きな <laughs>。ウッシーシーって言って書くおじさんなんですけども。 まあ、この辺のですね、その宮崎駿の爪痕が、まあ、割とあの、耳をすませてものの中に残ってるところがこう面白いですね。で、まあ、片山さんがその後ですね、もうオーディオコメンタリーとかで関係ないことを喋り出してですね、巨神兵が復活する前に、クシャナを復活するシーンがあったの知ってるかっていうと、アン君が、いや、知らないって答えるんですね。クシャナが一遍、城に取って返して復活させると。 つまり、あの、なんだろうな、溶液みたい、溶水みたいな液体の中に入ってクシャナの傷を治して復活させるシーンで、人工子宮がバカッと割れて、中の溶水がクシャナにかかって、クシャナが血まみれになって溶水の中から出てくるって。要するに母親が子供を産むような感じで、真っ赤な血みたいな溶水にまみれでクシャナが出てくるっていうカットシーンがあったんだけども、そこもなんかもう時間がないって言ってバン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 カットされたと。だからそういうなんか緊迫感のあるシーンの中で、 残酷描写とかエロ描写を入れるのが本当に宮崎駿の真骨頂だったんですけども、ドラマ内に必然性のあるシーンとして入れ込んでるんで、バレにくいんですね。で、で、ただですね、あの、ここ明らかに宮崎アニメとではない、これなんか違うなというシーンがあってですね、僕、これ、そうだと思うんですけど、もう本当にラストのラストシーンです。耳を澄ませばでですね、えー しずく好きだーって言って抱きつくシーンがあるんですけど、この足の角度ですね。足がピーンってなってるんですよね <laughs> ここここ。あのね、足ピーンはないんじゃないかって思うんですけどもですね。<laughs> あの、みんなしずく好きだっていうセリフの唐突さに引っ張られるんですけども、何よりこのシーンがですね、何かちょっとおかしいのはですね、この、この足ピーンのせいじゃないかと、こういうですね、ちょっとこの不思議な、 シーンがあるのがですね、あの、耳を澄ませばに僕が乗り切れない理由でもあります。えー、ここら辺からですね、じゃあ耳を澄ませば岡田司夫はどの辺が乗り切れないのかというですね、ちょっと批判みたいな話もしますので、これあの後半の方にし,しようと思います。はい、お疲れ様でした。今日の無料動画はここまでです。えー、あの、アップグレード情報なんですけどもですね、えー、岡田在美でですね、あの、耳を澄ませばを語ったのはですね、もう、 実は一回あるんですよ。で、こっちの方ぜひ見てほしいんですけども、去年のですね、2022年の 8月7日のゼミ第452回ですね。耳を澄ませば主題歌の謎というのはですね。あの、有名なカントリーロードの主題歌がどうやって生まれたか、当時バリバリのライバル関係だった高畑勲に向けた思いっていうのを語ってるやつなんですね。まあ、あの、かなり僕が、えー、あんまり得意ではない歌を披露しながら、実はこの歌詞っていうのは英語版ではこう、原曲ではこうなってるんだけど、宮崎駿たちが、えー、無理やり意味をちょっと変えていったんだと。 だから、みんなあの、日本語の方のカントリーロードこの道っていう、あっちの方をな知ってるんですけども、実際歌の方は全然違うよと。なんで違うようにしたのかっていうと、こんな思いがあるからだ。そしてそれは、高畑勲への熱い思いが当時すごいあったんだよねって話を。 まあ、してるわけですね。えー、あとですね、まあ、あの、ここでも、あの、その、えー、去年のですね、8月7日に語ってる、2020年の8月7日、第452回でか語ってるのはですね、日本テレビとスタジオジブリのですね、ズブズブだった時代、関係がズブズブだった時代、日本テレビのですね、氏家会長、 がですね、がですね、大の、まあな、ジブリファンだったおかげで、特にね、高畑勲ファンだったおかげで、とにかく何でもやりなさいというふうに支援してくれたおかげで、あんなに日テレはですね、ジブリのあの CM を流してくれて、で、それのおかげでジブリは宮崎駿、高畑勲はですね、国民アニメ作家になれたんだという話ですね。で、その氏家さんがもう今はいないから、今ちょっと日テレとジブリの関係どうなってるのか、なんで、 最新作ですね。宮崎駿の君たちはどう生きるか。ジブリ単独出資、共同制作ではなくですね。これまでの日本テレビとかいろんなスポンサーのタイアップをやめたのかというですね。まあ、そんな話に繋がっていくと思います。えー、もう僕もね、去年のこの8月のゼミも気に入ってるんですよね。あの、これはに、あ 二つで一つのゼミだと思ってるんですね。ぜひ、このゼミを聞いた人は見てください。えー、限定会員の人もですね、まだ1年以内だから見れるので,ですね。ぜひ、あの、もし見てない人ですね、去年8月以降入会した人は見てください。さて、今日見てもらった動画の前兆版を含めた、あ、限定部分を含めた前兆版はですね、有料会員のみの配信になってます。どんな話してるのかというと、あの、耳を澄ませばにいまいち乗れな、乗り切れない理由っていうことで、えっ、ー、とね、宮崎駿尾抜きで本当に宮崎アニメを 作るとどうなっちゃうのか。 っていう話をしています。で他にもですね、風の谷のナウシカのエンディングをよく見てみると、物語のですね、ご実弾がよくわかるというですね、まあ、ナウシカの話もしてますので、ジブリファンの人はですね、できれば見逃さず見てほしいです。続きが見たい人はですね、公式の岡田図書アーカイブに入会するかですね、YouTube のメンバーシップに参加するかですね、ドワンゴのブロマガチャンネル、どれでも好きなものをですね、選んで入会してください。あの、動画の概要欄に、えー、どういうふうにすれば入れますっていうのを書いてますから、らよろしくお願いします。えー、それではまた次回の 若、ね、田俊夫ゼミでお会いしましょう。じゃあまたバイバイ。